もう向こうに行けない。ふーん、まあ健康やな。興奮しとんのか、心拍数上がっとるで。この色、ツヤ、張り、若い体はええの。ノア、そいつが狼じゃ、さっさと殺すでやろ。狼男なんて貴重動物、ひんむいて観察して研究して実験するに決まっとんやろが。殺すなんてもったいないことできるか。仕方ない、脱げ。早く脱げ、できないだろ。何ジロジロ見てんだ。いえ、ジロジロは見てないです。半額の寿司がある。当然半額になった上で考えても同様だ。他の弁当に比べ時間経過による質の劣化の割合が大きく。5枚ってなんだよ、枚数は関係ない。では交換だけですから。なんだよそれ。佐藤聞いてるのか。あ、いえ、そのはだけど、総流院さんまで彼氏が欲しいなんて意外ね。先生、私だって年頃の女子ですよ。好きな言葉はバルクです。私も早く理想の男性に出会いたいわ。あの、さっきコート貸した人ですよね。あれ、やっぱり返してもらってもいいですか。あの Wait a secAre you Japanese? I need to see your Johnny. Alia, これ確かに俺っぽいけど、どこで撮られたんだろう。どうすか？やっぱ俺っすよね。Oh. Thank you. Have a nice day. セーフ。あの時は寒かったからね。それにしても、やはり金に嗅覚が効くな。ごくつぶしが多いですから、稼がないといけないんです。今だ。マッスル、マシマシで。お客様にはこちらを。ヤッホー、迷う。でも買わなかったら後悔する。って、何これ、重い、動かない。何が入ってんの。仏像。これは誰のよ。何これ。骨抜き男子、藤崎さんのか。絶対木島はあそこでかい。見たの。やだ。手がでかいとあそこもでかいって言うじゃん。そうなの。みんな大きさ分かっちゃうじゃないか。お父さんの小説や資料じゃ大きいのは自慢になるのに。おはよう、ホリエ。おう。なんで裸。ヨーグルトで服が汚れるといけないからよ。これを使ってぶっかけしてね。いいか、行くぞ工作。うん、早く来て。け、実験の記録をするのは科学者の使命よ。さっさともっとぶっかけなさい。80% の俺を見せてやろう。お前何言ってんの。ホモゲブってやったことある。あれ、神ゲーですよね。そうです、私はホモが好きですよ。超腐ってますよ。何を隠そう、昨夜は真壁先輩が男子部員全員に臨館される夢を見ました。真壁、お前は我が部に恐るべき変態を引き込んだぞ。ごめんなさい、真壁先輩。はい。すごい大胸筋。もし。ミッキーさん、今日はなんかお仕事あるっすか。すみません、道に迷っちゃって。アリーナまでの道教えてほしいんですけど。おー、違いますよ、あの橋の向こうですよ。くー、素敵な筋肉。おー。
告白してみたんだけどさ、見事振られちゃったみたい。さーて、じゃあ次の恋に移るか。それよりエリー、この写メ見て。え？イケてると思わない？この人が次の本命。やっぱり恋がないと人生張り合いないもんね。あの先輩って彼女とかいる？はや、食い気味にいないアピール。何このキスだ。あのじゃあ私のことどう思いますか？いいじゃん来た。それは例えばそのテルハシ先輩よりもですか？やった、ついに、ついにあの女に勝った。長かった、負けて負けて負け続けて世界中全てがあの女の味方なんだと思っていた。部屋に入るときはノックくらいしたらどうだ。あ、ゴミー。てかここあんたの部屋じゃないんですけど。なったー、せいや。セクシー、それに借金のいい匂い。だからノックをしろと。で、どうなの修行の成果は。じゃあさ、好きな男子のタイプは。全然見た目とかじゃなくて優しい人かな。あ、これは俺が。ありがとう、優しい。はい。このアイドル超好き。へえ、どこが好きなの？顔。え？いうことじゃない。初めて同士じゃうまくいかないよきっと。私で練習すればいいじゃない。私としたくない？したくない。立ってたくせに。どうも。ありがとう。握手してください。有田真由です。よっ。そっか、男だもんね。原田くんだったらむしろ見てって感じだけど。どうしたの？真由ちゃんの番だよ。いやー、名前で呼んでもらっちゃった。もう死んでもいいと思う。近いし、いい匂いすぎてやばい。幸せ。このまま時間が永遠に止まっちゃえばいいのに。先生、頭だけ出して何やってるんですか？やっぱり水着を見られるのは恥ずかしい。お待たせ。準備 OK だ。町の頭は俺が持つな。 OK。ヒロさん、せっかくのお休みですし、無限のつながりの中で大人の階段を登ります。みゆき、ベビー用品を買いに行く父親の自覚が生まれたんですね。少年だったと懐かしく思う日のためにハッスルして可愛い赤ちゃん作っちゃいましょう。ホリエ、いた。探したよ。俺もせっかくバイト代入ったし。乳首出てる、生乳首。細いくせにお腹が割れててセクシー。男優とはまた違う生で未成熟な感じ。近いんだけど。何見せてるの、変態エッチ露出狂。
進んで見てたのに。うちのクラスの学級委員ハイロ君よ。ハイロか、確かに条件には概ね合ってる。確かに優しくて頼りがいはありそうなんですが、それって全員に対してですよね。それじゃダメなんですよ。女の子は自分にだけ優しい男が好きなんです。それに今は部活やスポーツに夢中でそれどころじゃないって感じだし、総合評価は B- ってところですね。じゃあ久保安君は。修羅場を何度もくぐってきてる。ダダ漏れの先を隠そうともしない強者の証拠ね。もはや武道の達人の域だろう。